五円紙幣とは日本銀行券の一つ。旧五円券、改造五円券、高后券、お都合券、平合券、定合券、違合券、ロ合券、英合券の9種類が存在し、このうち現在法律上有効なのは新円として発行された英合券のみである。大黒天が描かれていることから大黒札と呼ばれている。旧券中唯一大黒が裏面に描かれている。 そのことから、裏大国とも呼ばれる。図案制作者は、イタリア人のエドアルド・キオ・ソーネである。基番号は、関数字となっており、投資番号は5桁で、投資番号の前後には、第、番の文字がある。愛国旧憩には、紙幣の強度を高めるために、こんにゃく粉が混ぜられ、そのため虫やネズミに触害されることが多々あったために、改造権が発行された。通称は、 表面中央の模様から、奮闘公園である。基番号は、関数値となっており、当紙番号は当初は5桁、後に6桁となっている。銀本位制から、金本位制への移行に伴い、金打官券として発行された。通称は、表面中央に、竹内スクネが描かれていることから、中央竹内公園である。当初は、記号が、色破順の変態柄であったが、 色は47文字を全て使い切ったため、それ以降の発行文は記号がアラビア数字となった。投詞番号は関数字であるが、変体加盟記号とアラビア数字のもので書体が異なり、2に対応する関数字は変体加盟記号のものでにアラビア数字記号のもので2となっている。理面に製造年が馬力で記載されている。現在では、 一般的になっているが、透かしの上には印刷がされていない。透かしが大黒天であることから、通称は、透かし大黒五円である。緑色の菅原道真の肖像画の表情と、大黒天の透かしが不気味に思われたことから、幽霊札と呼ばれ不評だった。通称は、大正竹内五円白髭五円である。定号圏から、露号圏までの五円圏は、 すべて菅原道真が描かれており、通称では1時から4時と呼ばれているので、この抵抗券は1時5円となる。日本銀行打漢券と表記され、その文字が直列しているのが特徴だが、発行当時、紙幣による金貨への打漢はすでに停止されていたため、事実上の俯瞰紙幣となっていた。衣装は俯瞰紙幣である券に流用されている。通称は、 25円である。表面は、打管紙幣である異号券の流用で、違いは、日本銀行券と書かれていること、打管文言がないこと、総裁の印の位置の違い、肖像の表情に、若干の違いがあることである。理面は別のデザインに改められている。当初は、記番号が黒色で印刷されていたが、後に、記号の色が赤色に変更され、投資番号が、省略された。 三次五円の投資番号については、基本的に九十万までであったが、補えす利券といって、不良券との差し替え用に九十万一以降の投資番号が印刷されたものが存在する。終戦直後の新円切り替えのため、民間によってデザインされた英語券の一つで、この英語券には、肖像や風景がなく、無難な図柄ということで、当初の案がそのまま GHQ によって認可され、 採用された。大日本印刷や突般印刷などの民間企業でも印刷されたが、そのことが偽造が多発する原因の一つとなった。透かしが入っていない。英語円券が製造されたのは1946年限りで、その2年後の1948年には5円効果が登場した。ありがとうございます。